トラックスタン、トラックスタン D、LGN-35、CGN-35 は、アメリカ海軍の原子力ミサイルフリゲート DLGN。また以降は、ミサイル巡洋艦に再分類された。アメリカ海軍における4番目の原子力水上艦であり、基本的には、ベルナップ級を格動力化した設計となっている。 基本計画番号は SCB-222、建造費は1億3867万ドル。艦名はトーマストラクスタン大将にちなむ、同盟の米軍艦としては5世紀目。1955年8月17日にアー・レイ・バーク大将が海軍作戦部長、くのに就任するとアメリカ海軍では、 原子力水上艦の整備が推進されることとなり、1957年度で原子力ミサイル寿命艦 CGN ロングビーチ、1958年度で原子力空母エンタープライズ、1959年度で原子力ミサイルフリゲート DLGN ベインブリッジが順に建造された。1957年には区分6隻、 CGN6 隻と DLGN16 隻の整備が検討されていたものの原子力艦の建造費が予想外に加算だことから1960年度以降原子力艦の建造は要求されなかった。しかし大西洋艦隊を中心としてベインブリッジの同型艦の建造を求める動きは根強かった。1962年度では 通常同力型のベルナップ級7隻の建造が要求されたが、議会はこのうち1隻を原子力艦にするように計画を修正した。当初はリスク低減のため、ベインブリッジの同系艦として検討されていたが、同艦の案、SQS-23 よりも強力で、低周波の案、SQS-26 を搭載することが求められたことから、同艦の原型となった。 リーヒ級がベルナップ級に発展したのと同様に、同艦を元にした発展型とされることになった。これによって建造されたのが本館である。蒸気の経緯より、基本的にはベルナップ級の拡大改良型とされており、朝鮮首労型という線形も踏襲されている。ただしベルナップ級では、船体全部にナックルが付されていたのに対し、本館では廃止された。また、 格動力化に伴って、マック構造は廃止され、ラティス構造のマスト2本が設置されているのは、ベインブリッジと同様だが、本館では、さらに巨大なものとなった。機関は、ベインブリッジの構成が踏襲された。原子炉としては、ゼネラルエレクトリック社ノが2機搭載された。これは加圧水型原子炉で、熱出力は100から 120MWT 程度と推測されていい。 なお、電源容量は 14,500kW とされている。ベルナップ級は、海軍戦術情報システム、NTDS 及び戦術データ、リンク装置、ハイ、キャパシティコミュニケーションズシステム、ヒカプッコムを、新造時から搭載した初の艦級であった。これは戦闘指揮所、CIC の自動化を図るとともに、艦隊内での情報共有を進めるものであり、これは、 本館でも踏襲された。また本館は、機関としての設備を備えており、艦の乗員に加え、爆量として、士官6名と、歌詞官兵12名を乗艦させることができる。3次元レーダーは、アン、SPS-48、対空捜索レーダーも案、SPS-40、対水上捜索レーダーも案、SPS-10 と、いずれもベルナップ9の装備が踏襲された。 また、蒸気の経緯より、ソナーもアン、SQS-26 を、バウドームに収容して搭載した。その後、初書回収に伴い、3次元レーダーは、アン、SPS-48 位、対空捜索レーダーは、アン、SPS-49、対水上捜索レーダーもアン、SPS-67 に更新された。シングルエンダー配置となったのは、ベルナップ級と同様だが、 上級では、監守側に、テリア発射機、艦備側に艦砲を備えていたのに対し、一部の、召艦は、官報とミサイル発射機の配置は逆のうが望ましいと考えていたことから、本館では、そのように変更された。この結果、テリアシステムは、艦備側に配置されることになり、監備官般に、マーク1 0ット・7連装ミサイル発射機が、また、 後部上部構造物上にマーク7 6モッド6ミサイル射撃式装置2機が設置された。このマーク1 0ッ o 七7連装ミサイル発射機はベルナップ級でも搭載されていたものであり、ドラム型弾装3個を設置して60発の収容弾数を隠したほか、艦対空ミサイルに加えてアスロック対戦ミサイルの運用にも対応している。艦対空ミサイルとしては当初はテリア、 後に、SM-1ER が用いられており、んち回収によって、SM-2ER の運用にも対応した。艦砲としては、54口径 127mm 単装速射砲、マーク425インチ砲1機と50口径 76mm 単装速射砲、マーク343インチ砲2機を搭載した。 放射撃式装置としてはマーク68を搭載した。また1980年の改修で3インチ砲は撤去され、ハープーン艦隊艦ミサイルの4連装発射塔2機に換装された。その後、初改回収の際にファランクス20マシュダブディスも搭載された。対戦兵器としては蒸気のアスロックのほか、5 3 3トル魚雷発射艦、 マーク25と 324mm 連装、単魚雷発射艦、マーク32が、いずれも固定式に搭載されていたが、他の艦と同様に、マーク25は後日撤去された。これらの対戦兵器を完成する水中攻撃式装置としては、マーク114が搭載された。シングルエンダー配置の恩恵として、本級はアメリカ海軍、 DLGN として唯一、ヘリコプターを搭載、運用する能力を備えている。これは、QH-50 ダッシュからの感想によるもので、艦載機としては、ランプスマーク、I の SH-2F を搭載する能力を付与された。ま、単調回収の際に、アン、WLR-1 電波探知装置及びアン、SL9-34 電波妨害装置に加えて、 アン、SL9-323 電波探知、妨害装置、マーク36スバックが搭載された。トラックスタンは1963年6月17日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、1964年12月19日に、カービー H タッパン夫人及びスコット・アムステと夫人によ、浸水し、 1967年5月27日に、デビット・ディ・ワーク艦長の指揮下収益した。トラクスタンは6月3日に、カムデンを出港し西海岸に向かう。途中バージニア州ヨークタウンとノーフォーク、キューバのグアンタナモ湾、ブラジルのリオデジャネイロ、アルゼンチンのマルデル・プラタに寄港した。7月10日に、ホーン・ミサキを回って、太平洋に入り、チリのバルパライソ、 メキシコのマサトランに寄港、7月29日に母港のカリフォルニア州ロングビーチに到着した。夏の終わりから秋にかけて大焼けみを行い、11月に成長訓練を開始、10日と11日にオペレーションベルアンカー参加の他訓練を中断し、その後11月27日から12月3日まで演習ブルーロータスに参加した。成長訓練を終えると、 トラックスタンは1968年1月2日に太平洋西部に向けて出港する。7日と8日に新珠湾で停泊し、19日に長崎県佐世保に到着する。5日後、プエブロ号事件に対処するため、トラックスタンは原子力空母、エンタープライズと共に佐世保を出港し日本海へ向かう。日本海での作戦活動は2月16日まで行われ、その後、 トラクスタンは、ベトナム沖合に向かう。19日と20日に、スービック海軍基地で停泊した後、トンキン湾のヤンキーステーションに向かう。トラクスタンは、極東での配備の大半を、ベトナム沖で過ごす。作戦地帯では探索救助任務を指揮し、北ベトナムのレーダー識別可能地帯で、空母、エンタープライズ、ボノムリシャール、タイコンデロガの護衛任務に従事した。トラクスタンは、 シンガポール、香港、ダナン、スービックワンを訪れ、7月6日にスービックワンを出港、帰国の途につき7月16日にロングビーチに到着した。続く4ヶ月にわたって、トラクスタンは西海岸で活動し、パイロットの飛行訓練を行う空母、レンジャー、キティホーク、エンタープライズ及びヨークタウンの対空計を0時した。 11月中旬にトラクスタンは対戦線の訓練艦となり訓練生を上官させ潜水艦探索訓練を行った。12月初めにオーバーホール準備のためロングビーチに寄港し、1月にワシントン州ブレマートンに移動、ピュージェットサウンド海軍造船所に入居し4月まで改装が行われた。その後、再海岸沿いの作戦活動を再開。 9月23日に2度目の第7艦隊配備に向かった。新珠湾に寄港した後、10月20日にスービック湾に到着する。トラクスタンはベトナム沿岸を巡航し、定期的に香港、シンガポール、スービック湾に寄港した。しかしながら空母の護衛及びレーダー識別可能地帯での単独任務、探索救助課任務を行いながら、平時の日本海における、 航空警戒の護衛や台湾海峡での偵察巡航も行った。極東を離れる直前に沖縄近海で演習を行い、1970年3月6日から11日まで最後の佐世保機構を行った。3月23日にロングビーチに帰還すると一連の検査及び訓練巡航を行った。6月に40名の海軍士官学校生を上官させ、 下記訓練巡行を行う。巡行の前半では、太平洋ミサイル試験海域でミサイル発射を行い、サンフランシスコとシアトルを訪問する。7月13日に、新珠湾に向けてシアトルを出港、訓練巡行の後半に入る。7月29日にトラクスターンはロングビーチに帰還し、士官学校生を下官させた後通常任務に復帰した。 夏の残りは訓練及び様々な検査が行われた。10月16日から25日までサミュエル・ゴンパーズ横に停泊し、信頼性試験が行われた。その後10月にもう1回訓練を行い、月末にはロングビーチ海軍造船所に入居、11月2日から3ヶ月に及ぶ検査が行われた。1971年1月中旬に作業が完了すると、 定時の訓練及び対潜水艦船演習を行い、その後再び太平洋に展開した。1971年に1月2日にロングビーチに、帰還、2月2日まで泊まりその後真珠湾に向かう。ハワイに2日間停泊した後2月9日に極東に向けて出港、20日にスービック湾に到着する。この配備でトラックスタンは、 ベトナム沿岸でのレーダー識別化の落地帯におけるピケット艦任務、演習及び各種の試験に従事した。幾度か横須賀を訪問し、香港及びダイのサッタヒープも訪問した。さらに4月後半には2日間の台湾海峡のパトロールも行った。7月6日、配備の最終工程を完了し、トンキン湾を離れる。スービック湾を訪問した後10日に、 オーストラリアのフリーマントルに向かい、同地で7月の最終週を過ごした。サモアのパゴパゴ、新珠湾に寄港した後8月17日にロングビーチに到着し、配備後の調整作業に入った。9月末までトラクスタンは訪問者を受け入れ、法日及びミサイル運用の試験、改善のための訓練を行った。10月第1週に艦の検査が行われ、8日には、 ランプスの信頼性試験が行われた。11月18日から12月9日まで大焼け、試み後の信頼性試験及び訓練が行われ、ランプスの試験も行った。1971年12月14日には、海軍航空システムコマンドによるランプスの検査証明が行われた。1972年の前半、トラクスタンは、 北米沿岸の母校を拠点として活動した。演習や訪問者の受け入れ、幾度かの検査を受け、6月の信頼性試験の後7月には4度目となる第7艦隊配備のための一市に入った。トラクスタンは1995年9月11日に退役し、同日除籍された。その後、スクラップとして廃棄された。トラクスタンは、 ベトナム戦争での功績で7つの従軍聖賞及び海軍名誉部隊賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。